お電話口出てらっしゃると思います、はい。小出先生、おはようございます。はい、おはようございます。ご無沙汰しております。ケズマ、よろしくお願いいたします。お願いいたします。朝ごはんもうお召し上がりになったんでしょうか。はいはい、今食べたところです。あ、大体何時頃、お召し上がりになることが多いんですか。食事は大体7時頃に食べます。もう決めてらっしゃるんですね、大体ね。え、はい、そうですね。わかりました。決まっています。はい。前回伺った時にはですね、福島第一原発4号機の状況について伺ったんですが、はい。その後、その温度が上昇している件に関して、何も報道の方ではなんだか、ちょっとネットあたりで出てたりするんですが、はい、触れない感じがあるんですが、今どうなってるっていうふうに、小出先生はお考えなんでしょうか。はい。まあ、冷却回路が止まったということですから、はい。温度が上がってしまうのは仕方がないことだと思います。まあ、少しずつ上がってくるでしょうし、それが沸騰するようになってしまいますと、うん、水がどんどんなくなってしまいますので、はい、そんなことはもちろん起こさせてはいけないので、それまでに冷却回路をきちっとまた復旧させるということだと思います。あ、作業はもちろん進められていると思いますが、うん、作業をするにしても労働者が被曝をしてしまうという大変な作業環境ですので、なかなかまあ、簡単には進まないでしょうけれども、直ちにすぐに危険になるというようなことではないと思います。なんかツイッターあたりではそのなんか4号機のあたりから青白いなんか光が見えるみたいな、そういうツイートもあったんですけど、そういったことっていうのは可能性としてはあるんですか。はい、多分私はないと思います。それはないですか。はい、要するに夜間のですね、照明の関係でそういう色が見えるということなのであって、使用済み燃料プールの温度が上がるから何か光が出てくるとか、そういうことはない。そういうことはないわけですね。はい。わかりました。そして昨日のニュースですけども、はい、再びその2号機の温度計で、正常な温度が計測できなかったという東京電力の発表があったんですけども、はい、これに関してはその温度計の単なる故障と思ってよろしいんですかね。はい、多分そうだと思いますが、そのことはですね、皆さんから見るとちょっと意外かもしれないと思うのですが、はい、去年の3月11日に、まあ、事故は起きたのですね、はい、で起きてもいわゆる事故は終わって、今は静かな状態なのかといえばそうではなくて、はいはい、事故を起こさせた放射性物質自身がまだまだその原子炉の中にあるわけですし、猛烈な放射線を出し続けていて、もし人間が格納容器という中に入れば数分で死んでしまうというほどの猛烈な被爆環境なんです、ですから人間が死んでしまうということは、まあ他の物体だって傷を受けていってるわけで、温度計あるいはその温度計のシグナルを伝達するためのケーブルというようなものも次々とダメになっていっているという、そういう状況なんですね。わかりました、はい、で先月末ですか、これの内部の映像が公開されたその2号機の状況なんですけども、はい、格納容器内で、73シーベルトという非常に高い放射線量が、はい、まあ、計測されたことと、はい、それから4メートルあるって言われた水位が、はい、まあ、60センチしかなかったことっていうのが報道されたんですけども、はい、その状況から2号機がどういう状況にあるかってことは正確に捉えられるんですか。わかりません。わかんないんですよね、はい、水が入ってないということ自身はですね、私はそう思っていました、うん、というのは2号機の場合には事故が起きた3月15日に、うん、格納容器と呼ばれているものを構成している一部である、はい、サプレッションチェンバーというところでですね、大きな爆発があったということが報じられていて、 そこでもし穴が開いてしまえば、60センチぐらいしか水がたまらないということは当たり前のことなのです。そうですね。ですからなんで東京電力が4メートルもあると思った、あるいは期待したのか、それがむしろ不思議なのであって、その点が、はい、60センチというのは当然のことだろうと思います。なるほど。で、はい、2号機にはそれで毎時およそ9トンの冷却剤注入しているということなんですけど、はい、当然汚染水の行き場っていうのが気になるところなんですけども、はい、で前からも去年からも出てるその地下水への流入を食い止める、まあ、遮水壁というか地下ダムっていうのが必要というふうに事故直後からも言われてたわけで、はい、なんか総会かなんかの直後にちょっと言っただけで、はい、全然もう何の情報もないし、やる気もなさそうなんですけども、はい、これはもう真っ先にやらなきゃいけないことなんですよね。
私は環境の汚染を食い止めるためには真っ先にやらなければいけないと、うん、当時も思いましたし、今もそう思っていますが、はい、まあ、お金もかかるでしょうし、大工事になりますので、労働者の被爆もまたそれによって増えてしまうということは仕方ないことだと思います。でもやってほしいです。やらない理由っていうのは、まあ、なんか想像でやっぱりお金がかかるから東京電力はやらないっていう見方をしてる人が多くて、僕なんかもそう思うわけですけど、はい、まあ、多分それでそれもあるでしょうし、うん、他にやらなければいけないことがもう目白押しなのですね。ですからもうそこまで手が回らないっていうことも実質あるわけですかね。はいはい、あるかもしれないと思います。で4月1日にその避難区域の見直しが行われまして、はい、その放射線量によってですね、避難指示解除準備区域、それから避難指示解除準備区域、それから避難困難区域の、3つですか、あ、居住制限区域と、はい、帰還困難区域の3つに、まあ、再編されるということなんですけど、はい、こういう動きに関しては小出先生はどういうふうに捉えられているでしょうか。私はもう言語道断だと思います。言語道断、はい、日本というこの国は法治国家だと自分で言ってきて、はい、人々を1年間に1ミリシーベルト以上は被爆をさせないと言ってきた国なのですから、そうですね、それを守るような方策こそ作るべきなのであって、それを超えて被爆をしてしまうということを承知しながらそこに人々を戻すなんていうことは到底許すべきことでないと私は思います。これはやっぱり日本政府の責任なわけですよね。そうです。私はもう責任というより犯罪を今でも行っていると思います。やってるというふうに、まあ、前から小出先生は思ってらっしゃるわけですけども、はい、その廃炉についての工程表というのも示されてますけど、はい、その高い放射線のためにロボットも役に立たないっていう状況の中では、やっぱり見通しとしてはこれは結局どうなんですか、作業的には。工程表通りに作業が進むということはありえません。ありえないんですよね。はいはい、あの現実がどうなっていることすらがまだわからないわけで、だから工程表を出すこと自体がなんかとても矛盾してるわけでしょ、これ。要するにその工程表を出して皆さんを安心させたいという、そういう思いから作っているわけですけれども、単なる絵に描いた餅にすぎません。あとその福井県の大井原発についても小出先生のお考え伺いたいんですけども、はい、再稼働への動きに関しては今どういうふうに思ってらっしゃいますか。なんでこんなことが起きるのか、私にはさっぱり理解ができないのです。はい、現実に今目の前で福島第一原子力発電所の事故がまだ収束もできないまま続いている、事故の原因すらがわからない、これまでの原子力の規制のやり方が間違えてしまっていたということがわかっているのに、それを進めてきた人たちが誰一人責任を取ることもないまま、相変わらず昔のままのやり方で安全性を確認したとかいうわけですね。本当にわけのわからない国だと思います。本当そうですね。はい、あの、まあ、ネットの方で原発推進者っていう、動画をですね、僕も見させていただきまして、はい、よく見るとよくまとまってる動画ですね、あれは。はい、まあ、若い人たちがあれこれと知恵を絞って。あれ、いつ頃、小出先生にお願いがあって、でいつ頃撮影されたものなんですか。2月の確か末に東京に行った時にですね、はい、その集会に若い人たちが来てくださって、いつか私の実験所まで来て、はい、会いたいとおっしゃったので、はあ、どうぞと言って、しか3月の中頃だったと思いますが、彼らが来てくれて、私の職場で撮りました。まあ、一瞬こう、なんとなくレンジャーものな感じなんですけど、小出先生がよく怪人小出男を、認められて、あんなこともされたっていうのは、僕はもう涙が出る思いだったですけど、やっぱ趣旨を汲み取ってほしいっていうことですよね。私は今は自分で戦争だと言っていますし、はい、原子力を止めるためには何でもできることをやろうと思ってきました。いろんな形での、まあ、やっぱりメッセージだと思うんですけども。はい、ただまあ私は役者でないし、あんな演技もできないし。先生は全然演技はしてないのが、それがまた素敵だったと思います。はい、小出先生の新刊本のご紹介をさせていただきますが、はい、4月12日に発売になったばかりのご本です。騙されたあなたにも責任がある。脱原発の真実。これが幻冬舎から、税込み1000円で発売中です。まあ、とにかく日本国民が今知るべき脱原発の真実を、まとめた一冊になっているということですので、ぜひラジオ機の方もお読みいただきたいと思います。小出先生、朝早くにまたありがとうございました。またよろしくお願いいたします。はい、失礼いたします。はい、失礼しました。